select your character. はい、お待たせいたしました。では参りましょう、本日のブレイブ大会となります。今回はシングル戦12名でのトーナメントとなります。さあ行きましょう。ワンピー側はアットライチ、ツーピー側はアボナオトとなります。英雄対19なんです。あ、カード大会の名前も入ってます。よかったよかった、めったにやんない。さあ画面端に運んだのはナオトですが、位置が入れ替わる。変えたい、やんない、変わる。バーストガードしてる。ライチのコンボが続きます。何かガードしてファイルバンカーしてく。全然入る、全然入る。飛んでいきました。勝ったのはライチ。まずは1本先制します。2ラウンド目、レベル2アクション。さあオーバードライブから運んで、運んで、運んで、画面端完全下段通して、ライチのコンボ入る。勝利は、はい、どんな形になってるんでしょうか。がっつり減る。いやー減る減る。どうする、どうする。下段バーストは今度は取りました。テイクダッシュ運んで、どうする、膝が置いてありました。勝ったのはアットライチです。まいりましょう。ワンピー側は黒い狭間がアキリコさんです。スーピー側は赤い狭間アゲッチンとなっております。さあ開幕4戦、大きくダメージを奪って本ポが入る。激しい肘から、3コンボですね。早い。まずは影狭間が先制します。2ラウンド目、投げは抜けてる。早い。左を伸ばして、左を伸ばして構えたのは影狭間。さあ取ってつながっている。ダウン、オーバーダイブ、中段ヒット。じゃあこれ入れ替えて、中段はガード、さらに肘、じゃあ横から高橋、ここの投げに押しは当たらない。激しい激しい、忙しそう、忙しそう。どうなの、どうなの、エール。勝ったのは花月狭間でした。おめでとうございます。こんなもんなんですか。狭間ウィン。Please select your character.The wheel of fate is turning. Rebel 1, action.
さあ、先制したのはアグレナオト。画面端に運んで、画面端カウンターヒット、クールダウン。エイタルの文字があったので、なんかすごくなりそうでしたよね。まあ、それ回避してまいりました。さあ、中央に戻って、さらに技を振っている。さあ、強いヒット。今度はイザナミのコンボが入る。中段あれ、まだ終わってなかった。押し攻め、昇竜ガード。全然早い。とにかくボンボン入ります。なんとこれ入った。3600。この手レベル2。さあ、2本目いきましょう。まずナオトが先制しています。飛び道具投げて、点数が増えると強くなるやつ。トラ飛んで、あれ、まだ入る。ゲダンミストファイナーからロマキャン、ポンポン入ります。さあ、タイミングを変えたところ、ジャンプで回避していました。椅子が入れ替わって、次のガード。さあ、リン下段からジャンプ勝利で切り返して、オーバードライブ。距離を取ります。裏にいた。下段通して、1対1。まだやりますか。ファイナルラウンドです。おお、中段ファースト、画面端。皆さんのアーのポイントがあんまり分かってない。おっと、痛そう、痛そう、すごい減ってます。空飛んで真ん中に戻る。飛び道具いっぱい出して突進が入る。いやー、早い早い。中段バーストで回避。スタートは回って空対空、ジャイアンっぽいのかな。ゾマキャンスティング、投げを抜けてポッシングヒットしました。上がったのはフィンさんのイザヨイマイスターさんとなります。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. 参りましょう。マイコさんのニュータイム。麦さんの顔がかとなっております。真ん中に戻る。磁力っぽいがあるので、手前までは来なかった。わかんない、ダメ端。ザクザクして、早い早い。戻ってきた時の砂ぼこりみたいなので散乱してるんですかね。違う、熱波に押し置き。ファーストを使います。タックルして、おカウンターじゃないと痛くないやつですね。裏にいた。足に飛ばして下付け段、鏡くらい完走すれば、完走すれば、完走する、完走です。レベル2、完走、完走です。
さあまたもパオカカが先制する。あーしゃがんで当たってる。あ乾燥すればさあ行く、降りれない。コンボが入る、乾燥する。ここでバースト、あー乾燥、乾燥する。勝ったのは乾燥した田岡がです。さあ、ガミクライバースト、画面外維持、足上げてましたが、何ですか、これは、中段出すやつですね、多分。槍を投げる、回って下段、画面端、うわー、なんだなんだ、めくりに当たりましたが、さあ、陣のところ入る、すごい減ってる。そこか、こんなものか。空中投げ、まあ、完走しました。さあまずは少しはやり直します。レベル2アクション、正面ジャンプ B、 うわー何、一瞬凍りましたけど、相打ちちょっとすぐ解除されるやつですね。回転して、そして、交流が返ってきます。真ん中戻って、テイクダッシュはジャンペが、舞台ごと敵のチェーマさん。ガーキャン。左が離れます。すごい飛んできた。あんまり飛べるんですね。やり投げして。またこのシーン、真ん中で空中投げ、あれさっきも見た、これジンです。ジンの勝利、ケルワイさんの勝利です。おめでとうございます。ジン、ウィン。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さて、ナナミ同キャラ戦となっております。あ、当たんない。バグみたいな空中浮遊がさっき拒否にもなるんですか。どうなんですか。バリッとして火力は追いついています。一戦目はなんとまずは新谷イザナミが先制です。レベル2どうなんだこれ。おっと、停止線、停止線っぽい。
お、なんか出てしまったか。違うのか。飛び道具。どういう試合になってるのか全然わかんないですよ。あの飛び道具状態だとガードできないんじゃないですか。違うのかな。予想で喋ってて申し訳ない。低空ダッシュっぽい。中段ガード仕切って、なになに、これはコマ投げっぽい。中段、中段とかじゃないか。ポンポ入ってるのか。これポンポが入ってました。勝ったのはミニアスさんです。全然わかんなかった。ありがとうございます。ワンピガがアットさんで、スピガがカゲツさんとなっております。みんなもう原型ないですよ、名前。今なんでウルトラマンなんですか。あのね、新しくなるやつ、動画がある、カラーがある。なるほど、デイゼル基準なんですね。はい、はい、頭です。ここから棒をぶん投げたり鎖伸ばしたりしてます。平日に、平日に、さあ画面端、ダメージを奪ったのはライツでしたが、すぐにバースト回避しています。ファイルバンカーめくらし、なんかめくれてる感じ。棒を飛ばしてダウン取ったのは風間、勝利で切り返す。またライツが触っています。何かをロマキャンして画面端、4000。おー、こういうもんなんでしょうか。まずはライチが先制です。ラウンド2、回避のくライチはガンダッシュ、投げは抜けています。中段ワイルバンカー、これで画面端ですね。あんな遠くからの棒も計算されてるんですかね。どうなんだろう。頭のポンポが入る。3400、中段シュートヒットですが、しっかりとジャックまで入る。4000、右ファースト込みで位置を入れ替える。ガークラガード、下段ガード投げ抜けています。すごい。じゃあよく完走でした。1対1。できればもうレボルファイナルラウンド、なかなか2人、ありがとう、ここに来てた、4人なんですよね。5番、棒が飛んでくる、ファイルバンカーと棒が飛んできます。あああ運んでる、すごいすごい、結構画面を広く使うここですね。どういうことなのか。恐竜、あっ、うわっ、うわっ、あっ、すごい。勝ったのはアットライチでございます。おめでとうございます。
The wheel of fate is turning. Rebel, one. Action! さあ、横見する間に青川がコンボしてます。さあ、ティガは、麦さんと田岡がって、ティガが、ゆぐゆぐさん、ケインさんの、イザヨイです。こういう時しか見なくなっちゃいますよね。そこか、青川がコンボが入る。位置が変わ、変身した。飛んできてる。そうなんですか。完走、生きてる。ダーキャン構えた。さあどうなる。バーストで距離を取ります。すごい飛んでる。置いてある。拍手が起きています。相打ちスタート。昇竜で切り返す。バックステに対応した。置き止めなんでしょうか。触って画面端です。ジャンプ攻撃が通る。なんか、あ、強くなるやつ。強い。さあ、繰り返します。1対1です。ファイナルラウンド。オーバードライブ。もほっとした時間がありますが、バーストタオカガも入って、クーダン、めっちゃ走ってから打つ。コンボして、あ、寝てると痛い。タオカガのコンボまた入ります。今度は起きる。どうする。裏から出てきた。中断変身して、離れない。どうなの。中断っぽい。生きてるが、ドマキャンから中断が飛んできました。勝ったのはミンさんのイザヨイです。おめでとうございます。はい、行きましょう。ジン・キサラギさんとミヤ君となります。イザナミ、まいりましょう。ケルワイジンバーサスミヤイザナミとなっております。あまりになんかつけてちょっと触ったら航空コンボが入ります。中央から画面端へ無敵になって、抜けてコンボして、弾投げて、あー凍りました。無敵じゃなかったんですね。
見分けがあまりついていません。空中でバックステイ、恐竜が出てきました。さあまた飛び道具の状態になっています。あの高さでもこれは難しそう。コーパンが出ているバースト、あバーストを返します。無敵になっている。無敵なのかな、無敵ですよね、無敵。ガーッと投げを当たる。なるほど、ちょっと意識が低かったんですけど、心理的なもんだと思ってたら違かったんです。強くて開幕から無敵みたいなもんだと押すボタン全て無敵がついてる。まあでもそんな感じですよね。あのエアクッションみたいなのが、まあ、吸収してるんでしょうね。浮き輪3つぐらいつけてるわけですから。そういうことですよ。さあ勝ったのは、ミーヤザナミでございました。理解できたか。死こそが唯一の秩序なのだ。やっぱ大会中にみんなが教えてくれる情報で強くなった気がする。さあということで